やってまいりましたよ。来ましたね。はい、こちらガンダムベース東京は、はい、今、4月20日から9月1日まで、はい、こちらガンダム夏祭り、はい、はい、2019ということでやってまいりました。はい、なんかチャーリー君聞いたところによると、はい、ガンダムベース東京、はい、お買い物初めて？お買い物はしたことないんですよ。何で来てたんここ？今まで一昨年の、うん、GBWC のソドムさんの投票、うん、で去年は部長の投票で、ですけど、ここも僕はショッピングモールっていうか、もう選挙会場です。僕からしたら。じゃあちょっと限定商品とかもいっぱいあるし、はい、あと今ね、夏祭りということで催しも結構あるから、はい、はい、ちょっと楽しみましょう。せっかくなんで。はい、行きましょう。はい、チークジョン。ていうかチャーリー君。はい。あなたの立ってた隣のこのリク君、はい、はい、サイン付きやったじゃないですか。え、すごい。すごい。え、リク君とあとサラちゃんおったよね。はい。サラちゃんも。はい。お、あらららら。はい、というわけで、やっぱここはもうほんまにガンプラのお膝元やから、はい、いろんな有名人が来てるということですよこれ。なるほど。いや、楽しみですね。楽しみですね。といろいろ回りましょう。はい。チャーリーさん。はい。こちら。期待の新作品ガンダムビルドダイバーズリライズ。わあ、来ましたね。ねえ、これちょっと最新キットももう展示されてるんで、あ、マジっすか。ちょっと見ていきましょうよ。はい、こちらね、ちょっとね、僕もね、部長から聞いただけなんですけど、結構大人な話になるかもしれへんということで。マジっすか。でもね、キットはだいぶお子さんでも楽しんでもらえるような、結構遊び心にあふれた。こちらコアファイターならぬコアガンダム。はいはい、おお、なるほど。はい、幼児体験みたいなこのガンダムに、このなんかね、プラネットシステムって言って、これがね、多分地球をイメージした戦闘機で、これマーズ4ユニット、多分これ火星やと思うんですよ。でビートルはまあ金星、ヴィーナスとかなるほどなるほどとか、そういうのを合体させることで、このように8頭身 R3 ガンダムになると。ガンダムが合体してもっと大きいガンダムになる。そうですね、エクストリームガンダムみたいな感じ。ああ、そうそうそう、エクストリームガンダムのあれは合体したら、まあ言ったらゴリラみたいなパワーローダー型になるけど、合体してようやく8頭身みたいな。なるほどなるほど。感じで、こちらもこちらR3 ガンダムってまだ名前はないんや。と合体したマーズ4ユニットと合体した名前はまだちょっと未定かな。なるほどなるほど。でこちらもね、一応コアガンダムそれぞれついてるんですけど、ダブってもいいようにリアルタイプカラーになってます、こっち。なるほど。リアルタイプカラーのコアガンダムで、こちらのウィートルユニットの時は G3 ガンダムのコアユニットになってますので、これは遊び心いいですね。男心くすぐられますね。あ、こっちに名前書いてましたね。はい、青いセンターにおるのがR3ガンダム。そしてちょっとわからなかったと言ってたのがこちらマーズ4ガンダム。赤いガンダムがマーズ4ガンダム。そしてウィートルガンダムという感じになるそうです。で、ちょっと正直僕ね、幼児体系のコアガンダムをちょっとダメだ、嫌やなと思ってたんです、正直体系的に。ただポーズ取らすと結構かっこいいな。確かに。いいっすね。結構ね、またこういう小さいユニットやからこそできる作戦とかがありそうな気もしません？なんかね、潜入作戦とかもうバンバンバンやられてたらプシャンって脱いです。ああ、それね、デュエルガンダムみたいな感じでできそうな気がしますね。いいですね、いい展開、いろんな展開が予想されます。そしてですね、僕がおおと思ったのがこの組み替え遊びですよ。そんなこともできるですね、これ。だからいろんなユニット、それぞれのパーツを思い思いに組み替えることで。で、こちらね、ウェポンカスタムね、ビルド系にはよく出てる武器だけ販売も組み合わせることで、これ既存のリバイブとかですけども。なるほど。これがね、やっぱりね、テンション上がりました。この機械弾みたいなカラーリング。ああ、じゃあ僕やるんだったら青、赤、緑の仮面ライダー、あ、トリニティフォーみたいな、トリニティフォーム系のカラーリング、ありかもしれないですよ。こちら本当にね、もう可能性は無限大という感じで。すげがぜん期待感、高まってるんじゃないでしょうか、これ。そして、こちらがガンダムジャスティスナイト。ジャスティスナイト、こちらインフィニットジャスティスガンダムがベースになっているそうです。でチャーリーさん、インフィニットジャスティスガンダム HG で出てました？出てないっすね。だから多分これきっかけね、出るんじゃないですか、これ。ありますね。なるほど。もちろんこのジャスティスナイト自体も期待大ですが、そういった商品展開、後の商品展開もね、なるほど、気になるシリーズでございます。そしてこちらね、SD 世代の方にはね、ちょっと懐かしいバルキランダー。バルキランダー、ランダーっていうのがガンドランダーっていうシリーズがあったんですよ。武者ナイトの他に G アームズっていうちょっとこうなんですかね、近未来系の世界観のものと、ちょっと古代に近いのかな、ガンドランダーシリーズっていうのがあったんですよ。そういうちょっとSD の中でもマイナーなシリーズから参戦、バルキランダー。なるほど、マイナーなのがさすがガンプラアニメ。そうですね、ガンプラ、そう、確かに。ああ、なるわけで、どうやらこれもね、変形するらしいんです。変形する、どうやら SD 体系、普通のガンダム形態もあるそうです。なるほど、期待大でございます。そしてここで区切られてるのはちょっと悪役っぽいですね。ああ、なるほどなるほど。こちらガンダムゼルトザーム。ゼルトザーム、そしてこちらニュージオンガンダム。ニュージオンガンダム、ニュージオンガンダム。そしてこちらエルドラブルート。エルドラブルート、でこちらはね、最近ニュースがありましたデスアーミー、Gガンダムで出てくるデスアーミーをベースにしてる。あ、なるほど。そしてこちらは、もう名作キット HGUC のニューガンダムですね。こちらですよ。これは何ですかね。こちらわかりますか？これね、ガンダムマーク3ベースだそうです。マーク3をベース、ですんで、これも先ほどのジャスティスナイト同様、後々の商品展開のために、こちらガンダムマーク3、出るかもしれないですね。なるほど、だからでゼータ MSV が好きなお兄さん方、ちょっと期待していいんじゃないでしょうか。なるほど、もちろん Z ザームモンの活躍もね、楽しみですけども、MSV が好きな方も楽しんでいただけるんじゃないかなと素晴らしい思います。先ほどのニュージオンガンダムが持ってた体験、それは武器だけでもビルドウェポンとして販売されるそうです。なるほど、量産型ジオニックソード。なるほど、じゃあ剣だけ欲しいって人はそのニュージオンガンダム買わなくてもこれを買ってくださいってこと。そうですね、自分好みのカスタマイズに使ってくださいと。良心的ですね。そしてジャスティスナイトが持ってたシールドトランスもこちらインジャスティスウェポンズとして販売が決定してるみたいです。ガンダムマーク2にすごい合います。そうですね、色合い的に。そして僕のチャンネルで一番人気が高かったこちらザクレロハロ。ザクレロハロ、このハロかわいいシリーズ、ボールハロがすごい大人気でしたけども、これの第2弾ですね。既存のモビルスーツ、モビルアーマーとハロを合わせたシリーズですね。なるほど、丸いものだからハロに合うだろうということで。なるほどなるほど。あとはね、ビルドガンマガンダム。ビルドガンマガンダム、これは多分ねビックリアスベースやと思います。この元々ガンマガンダムなんです。ただこのビルドってつくってことは結構メインキャラクターが乗ってる可能性あるんじゃないかなと。まさかこれリク君、どうなんでしょう。でもリク君はビルドホニャララじゃないよね。確かに、そうですね。でもなんかそのファイターズの時はビルドってついてるのはちょっと主人公機、中心キャラクターのイメージですから、ちょっとこれ誰が乗るんかすごく気になるところでございます。わかりました。わかりました。私わかりました。わかりました。この色合い、そしてビルド、これは時空を超えて、アイラさんでしたっけ？アイラさん。やってくる。アイラゆるきあいねん。ゆるきあいねん。世界観つながってたんだ。ということなんじゃないですかね。かもしんないです。でも色合いはぴったりですもんね。そんな感じがするんですよ。はい。そして、また、プチ会も新色サラちゃんですね。ああ、出てなかったんですね。あ、ほんまですね。はい、なんか一番最初に出てたのにね。はい。サラちゃん。そして、これも発売されてますね。そうですね。先生ハローですね。というわけで、はい、ちょっとこの夏過ぎても、はい、ガンプラの熱はまだまだ冷めなさそうですね。はい。というわけでチャーリーさん、はい、今回チャーリーさんお買い物も楽しまれるということで、そうなんですよ。はい、見てください。すごいラインナップですよ。これ夢ありますね。はい。迷っちゃうわこれ。はい、ちょっとゆっくりお買い物楽しんでくださいよ。楽しみたいと思います。はい。はい、ちょっと最近、はい、キューキット。はいはい。結構まあ部長の影響で僕も買っちゃってるんですよ。はい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 。プロトタイプドム結構このね箱絵がね有名なんですよ。はいはい。そうなんですよ。このドムもそうかっこいいんですけど、この右上にいる雑魚の人がなんかね結構サムズアップしてて可愛いというか、グッってこのためだけの多分操縦の仕方があるんでしょうね。このシチュエーションは何なんですか。多分ねなんか射撃訓練とかだと思うんですよ。ああなるほど。はい、こっから前行くなよみたいなラインが引いてあったりとか、黄色のねラインが引いてあったりとかしてるんで、ちょっとこれ追加で買っとこうかな。また生配信したいし。なるほど。はい。ちょっとね。はい、じゃあこれでどうぞ。はい、チャーリーさんは。いやじゃあ僕が欲しいのもちょっと欲しいんで、僕これですね。Gルシファー。おお、レコンギスタ。はい。映画化するよね。そうなんですよ。お、これがもういいんですよ。このわかります？このガンダムってついてるのにどう見てもガンダムに見えないじゃないですか。確かにモノアイついてるし。こういうか G タイプなんやこれ。はい。そうや、すっかり忘れてた。これも好きなんですよ。確かにデザインいいよね。はい。最初これアニメ本編出る前にテレビの CM で出てきたんですよ。このプラモデルガンダム G でコンギスタシリーズみたいな、こいつ出てきて絶対こいつもう名前といい見た目といいラスボスに見えるじゃないですか。いや味方なんかいっていう。なるほど。で乗るのしかもヒロインかいっていう。だってヒロインとかまあそのカマーンとかそっちが乗ってそうやけど、ヒロインが乗るとはね思わなかったんで、それいっちゃいますか。ギャップもやるので俺これ買っちゃいますね。わかりました。はい。こちら朝鮮クシャトリア。はいはいはい。これね部長に呂布指南銃を買っていただいたんですよ。はいはいはい。で実はSD ガンダムって結構その組み替えギミック結構多くて、この朝鮮クシャトリアと両布指南塾を合体させるとナイチンゲール形態になるんですよ。これいいですね。ちょっとそれやりたくてちょっとこれ買っちゃいますね。だからねクシャトリアちゃんをちゃんと作るかどうか怪しいと思うんですけど、パーツ取りみたいにね思われちゃうのもあれですけど、確かにはいちょっとクシャトリア買います。はい。チャーリーさん。はい。なんかW5シリーズで欲しいとか言ってたけど、これ欲しいのがこれですね。アルケーガンダム。アルケーガンダム。はい。これ昔発売した当初、もうすぐ買いに行ったんですよ。俺人生で2個買いっていうのを唯一したプラもこれなんですよ。そうなんや。はい。へえ。あ、それぐらい好きで。はい。ガンダムに見えないじゃないですか。確かにね。そう、ガンダム気に入るんで。はいはいはい。で今探してるんですけど。間違いですかね。うわー、どうやろう。ちょっと今見た感じなかったけど、ちょっとそれはねえぜ。それ以外はほとんどあるのにね。サバーニャ、ハルート、ラファエルとか結構劇場版系も全部あるのに、やっぱり同じこと思ってる人多いんかな、アルケー好きは。やばい。スローね3機とも揃ってんのに。そうなんですよ。あらららら、これはちょっと残念かしら。やばい。リアルにテンション下がってやめてください。一応テンション上げていきましょう。よし、カメラ回ってるんで。でもまあね、ガンダムベース東京さんはほんまに頻繁に新しい商品の入荷、ツイッターとかでアナウンスされてるんで、なるほど、まあちょっとチェックしてれば、アルケをまた入る可能性大なんで、希望は捨てずに。ちょっと今回残念でしたけどね。はい、また次回頑張ります。はい。おっしゃー、ぜ、狙い撃つぜ。回練習でいいですか。はい。HG を持ってきてくれということで、はい、僕が持ってきたのは、はい、これですね。